7月7日の七夕を前に、中央区明石町の国際紙パルプ商事で仙台七夕飾りが展示されています。東日本大震災の復興支援を目的に行われているこの飾り付け、長さ4メートルの大きな飾りは5基で1つとされ、仙台の皆さんが作ったくす玉の花や折り鶴が飾られています。当社の仙台支店のですね、関係会社であります鳴宮紙商事、こういった七夕を全国的に事業としてやっておりますので、こういったものを通してですね、地元の方にも知っていただきたいなということが今回の目的です。またこの日は明石幼稚園の年長組28名が仙台七夕飾りの見学に訪れました。園児たちは初めて見る大きな七夕飾りに大興奮。星や朝顔の形をした折り紙を飾り付けたり、仙台七夕飾りについて国際紙パルプ商事の方のお話を聞いたりと楽しんでいる様子でした。なんかカードついてるの？